T マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回は STM32L0 シリーズの選び方についてご説明いたします。 STM32L0 シリーズには大きく3つの製品グループがあります。各製品グループは搭載するペリフェラルのセットによって定義され、型名の番号末尾の1から3で区別されます。LCD、USB、DAC を搭載した製品は末尾が3、 USB、DAC を搭載した製品は末尾が2、ベーシックな製品シリーズは末尾が1です。 STM32L0 シリーズ全製品の共通機能が左側の赤枠内の機能になります。これらの他にも 12bit ADC、イースケアピーロムは全製品に共通機能として搭載されています。以上を踏まえて STM32L0 シリーズから必要な機能に合わせて製品を選んでみましょう。キーワードは LCD、USB、DAC の3つだけです。 LCD コントローラーが必要な場合は迷わず STM32L0-3 シリーズをお選びください。LCD コントローラーが不要で USB もしくは DAC が必要な場合は STM32L0-2 シリーズをお選びください。 LCD コントローラー、USB、DAC のいずれも不要な場合は STM32L0-1 を選んでください。3つのシリーズについての選び方は以上になります。とてもシンプルです。この後はフラッシュメモリ容量やパッケージ等を絞り込むことで型番を特定させることができます。型番の特定には弊社ホームページの STM32L0 シリーズのページに設置のパラメトリックサーチがご利用いただけます。ご視聴ありがとうございました。 STM32L0 シリーズの選び方についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイトをご覧ください。